本日の爆上げで利確した銘柄は証券コード5955山品です。 こちらは5日間分のチャートを表示しています。証券コード5955山品はネジ、ボルトを製造している会社です。自動車関連のネジを中心に家電製品、ロボット分野向けの製品を展開しています。また M&A を積極的に行い、生産拠点の拡充や技術連携を強化。様々なニーズに応えられる複雑な形状のネジやパーツ部品の製造に力を入れています。株主優待はプレミアム優待クラブの優待ポイント3000円相当がもらえます。食品、家具、電化製品など2000点以上の商品から好きなものと交ます。 ただし、こちら5000株所有からになるんですね。株価が安いので、まあ無理な金額ではないのですが、投資資金とご相談ですね。ちなみに5000株で3000円相当、1万株で7000円相当、2万株で1万円相当となっています。株式継続保有期間1年以上で5000株3300円相当、1万株7700円相当、2万株で1 1000円相当となっています。 権利確定日は3月年1回です。僕の平均取得単価は77円。本日全場スタートから急上昇。もともと株価が安いので、たった9円上がっただけでも、前日期10%以上の爆上げなんです。開始わずか10分。全場の最高値86円で無事、薬上を利格しました。保有株数は1000株、9000円の利格でした。ちなみに1日の動きはこちらです。 そして、6ヶ月1年のそれぞれのチャートがこちらです。今日の相場、というかね、最近の相場良くないですよね。そろそろ下げ止まるんでしょうか。まあ、ほんのね、1ヶ月前くらいまではバブリーな感じだったんですけどね。でもね、だからこそ、今安く買える。そう思ってね、僕は前向きに捉えています。いつも言ってるように、毎日宝くじ作戦。 こんな相場でもきっと何か楽しいことが起こるはずです。以上、今日も超ハッピーな感じでした。See you!